ウィルソングローバルエクスプローラーニューメキシコ州サンタフェで整備中のグローバルエクスプローラー2号機ウィルソングローバルエクスプローラーは、壁地探検の支援に使用するために1990年代初めに、米国で製作された、水陸両用の飛行艇である。高翼創発のグローバルエクスプローラーは、探検家のユベールドシュビニーからの注文に応じて、ディーン・ダブリューウィルソンにより設計、製作され、 1991年4月に初飛行を行った。あとに2号機も製作された。グローバルエクスプローラーは普通の航空機とは異なり、各所に窓を設け後部に睡眠と、その他の目的に使用できる設備を持った高さのある幅広い停滞を有している。強度を増すために、高翼配置の主翼は、胴体側面と下部スポンソンから伸びる、支持下により支えられている。 停体前方へ引き込まれる首輪は、岸辺での運用で、バンパーの役割を果たし、取り外し式の主車輪は、スポンソン側面に固定されて、浮力と水上での操作性を助けている。計画された、目的地へ到達するまでに飛行すると予想される、高度に応じて、出力 200HP から 300HP までの、様々なライカミング製エンジンが装着される。グローバルエクスプローラー前面。 深く幅広い停滞と前方引き込み式の首輪を収める切り欠き。機種にエル・アビオンという愛称を書き込まれたグローバル・エクスプローラーはユベールド・シュビニーにより、オーストラリアのグレート・バリアリーフ、アルゼンチンのティエラ・デルフ・エゴやボリビアといった世界各地での探検や撮影に使用されている。本機は7名の人員が一晩で簡単に分解でき、 使用される知恵千便で送ることができる COASTCOMP.com よりありがとうございます。